パラダーンを巻きます。今は CDC が全盛時代で CDC 弾、ほとんど CDC のフライを使う機会が多いんですが、以前はコンパラ弾というものを巻いて使っておりました。要するにウイングに、ディアヘアを使ったパターンなんですけど、その部分が最近は CDC に変わった、そういう感じです。ではタイムに入ります。フックですが、フックは 112Y TMC112Y の今回は13番を使います。コンパラ弾小さめな方がよく釣れますので、19番17番あたりで巻いておくといいと思います。スレッドですが、今回はコカゲロウを意識してオリーブボディにしますので、ボディと同じオリーブの60のダンビルスレッドを使います。まずファンデーションです。テールです。テールはムースホック、最近はどこでも買えるようになりましたが、ムースの膝の部分ですね、結構透き通って張りがあるんですけど、これをテールとして使います。いわゆる V テールにします。結んでおいて、残りのスレッドで真ん中を分けてやると一番簡単に V 型にできますね。次にウイングを作ってしまいます。ウイングはコンパラダンディアという短いですね、ディアヘアでも細くて短くてこういったものがあります。こういったものをウイングに使います。多めに切り出してアンダーファーですね、これを取ってスタッカーで揃えます。ギュッと縛るとフレアしますね。でこれを後ろに持ってきて、この後ろの部分、後ろの部分をきれいにカットしてしまいます。ちょうどこういう扇状ですね、扇状にウイングが開くようにタイムしてください。あとは今回フライライトを使います。フライライトのこれはラスティーオリーブですね。私割とこの色好きなんですが、これをまずテール V テールにしてあるんですけど、この部分を巻いて倒さないようにですね、巻いていきます。ある程度テーパーがつくように巻いてください。で風はこっち側から受けますので、このウイングの後ろのこの部分ですね、この部分はちょっと丈夫に太めに巻いてください。でここで起こして軽く前に持ってきます。前と後ろからこういうふうに挟む形ですね、挟むんですけどこういうふうになるんではなくて、こう扇状にこう開くような形で、巻けるように頑張ってみてください。ダビング剤なんですけど、最初からあまりいっぱいつけすぎない、足りなければ足すと、そういった方がうまく仕上がると思います。コンパラダンです。正面から見た場合、このように扇形にですね、ウイングが広がっていることが大切です。このようにタイムしてください。CDC 弾だと雨降っている時には沈みやすくなってしまいますが、
コンパラ暖の場合はこの辺にフロータントを施すことによって比較的長く使えます。またあのシルエットもリアルなのでぜひ巻いてみて使ってみていただきたいフライです。コンパラ暖でした。